旅するおつしんチャンネルへようこそ。このチャンネルでは旅を愛する若者の完全リアルな様子をお届けします。どうぞご覧ください。はい、どうも皆さんこんにちは、おつです。本日なんですけれども、羽田空港第3ターミナルに来ております。羽田空港に詳しい方は第3ターミナルっていうと、まあ、国際線っていうことはすぐわかると思うんですけれども、まあ、本日ですね、実は東京からマレーシアのクアラルンプールに、まあ、23時55分発マレーシア航空を利用して行くことになってます。で、実は本日7月19日というところで夏休み初日になります。なので夏休み一発目はマレーシアというところです。それでは、というわけでチェックインのね時間が来たので、チェックインしに行こうというふうに思いますね。彼はね初海外なんで、ちょっと緊張もありワクワクもありっていう感じですね。チェックインするカウンターをね、はい、探さないといけないんで、ね、あーそっちじゃない、こっち探します。このクアラルンプールにいる、そう、これに乗っていきます。ターミナル3しか書いてないね。ということで、ちょっと探していきたいというふうに思います。はい、今からチェックインですね。はい、というわけでチェックインをですね、無事に済ますことできたので、今から保安検査の方に行きたいと思います。ちょっとね、お腹空いたんで今ここなんですけど、ここのフードコートにね、今から向かっていきたいと思います。はい、フードコートにやってきました。はい、というわけでですね、今の現在時刻見えるかな10時13分、あと1時間半ぐらいなんで、ちょっとラーメンだけ食べてですね、ゲートに向かいたいというふうに思います。ということで、はい、いただきます。はい、というわけでご飯を食べ終わりましたので、この後あと1時間ぐらいしたら搭乗開始の時間になるんで、ゲート向いて移動しようと思います。それでは、ちなみになんですけど、うん、今ちょっと風邪気味でして、少し鼻声なので、そこだけ皆さんご了承ください。はい、じゃあそれでは、はい、ということで現在時刻11時17分ですね。搭乗開始時刻が11時15分なんで、もうそろそろ飛行機に乗り込むかなっていうところです。はい、というわけで乗り込んでいこうと思います。というわけで座席に着きました。今回 23K というところで、アメニティはクッション、枕と毛布ですね、とあとはヘッドホンになりますね。ここにちゃんとマレーシア航空のマークも入ってるっていう感じです。はい、というわけで本日搭乗するのはエアバス350のダッシュ900ですね。で、ちなみに A35 なんで、ライトインフォメーションからカメラビューに行くと、はい、カメラなんですが、まだ飛んでないんで、下向き、ラインしか見えないって感じですね。結構人もね、多そうな雰囲気がありますね。今回はね、東京からクアラルンプール行きというところで、こんな感じですね。だいたい飛行時間は6時間半ぐらいで、那覇の上通るんや。で、台湾の上通って南シナ海ずっと行きます。最終的にクアラルンプールっていう経路ですね。 Welcome aboard Malaysia Airlines 7 2 1 2 1 2 1。というわけでプッシュバックが始まりました。
クアラルンプール行きですね。はい、先ほどですね定食をいただきました。はい、ということですね、機内サービスであのビールをいただきました。乾杯する。じゃあ、はい、乾杯。というところで、本日の動画は以上になります。じゃあ。